楽器教室を行った後にちょうどポスターが置いてあったのでそちらをもらって一緒にやってみたいなと思って描きました。福島のいいところがテーマだったので2人にそれぞれいいところを聞いたらばやっぱり果物狩りがいいんじゃないかとすごく思い出に残ってるということで果物をテーマにした絵を描かせていただきました。6月頃にさくらんぼ狩りのキャンペーンがちょっとやってたのでみんなで果物狩りに行ったところ子供がすごい食いついてもう木丸ごと食べるんじゃないかっていうぐらいずっと通って食べてました。さくらんぼね、果物、桃とぶどうとりんご。果物狩りをしてみて子供が自分で取って食べるっていうのがすごく貴重な経験でとてもとてもよく食べまして楽しいし美味しいしぜひぜひ体験していただきたいと思います。絵を描くことがもともと好きでオリンピックの企画でイラスト関係と聞いて楽しそうだなって思ったから応募しました。まず福島県をここに書いてで果物桃とかリンゴとかが有名って聞いたのでここら辺に果物を書きました。それで土の方にこけしがあってこけしが有名だって聞いたのでここにこけしを書きました。それで最後にここに吾妻山を書いて背景は自分の小学校の近くにある荒川を描きました。楽しかったところはいろいろ考えながら描いたところで苦労したところは背景の荒川の色を染めるのに苦労しました。福島はこんなにいいところなんだよという思いを込めて描きました。果物が美味しかったりあとこけしとかが有名だったりするところです。その時は仲間のイラストレーターと一緒に2人展をしようとイラストの作品展をしようっていうふうに計画していてちょうど翌々日の3月13日からスタートだったのでそういう展示向けの準備をしてちょうど一段落したぐらいの時に地震来たみたいな感じでしたね。東京の知り合いが仕事もないでしょうっていうところを心配していただいてその東京で展示会をしないかっていうようなことを声かけていただいてでそのいわきの地元の作家仲間の作品とかを持って東京に行かしてもらってそこで作品展しばらくやらせてもらったりとかいわきの仲間が自費避難して愛知の方に行ったんですけどその愛知ちょっと落ち着いた頃にやっぱ愛知でいわきの名前をつけたイベントを開催したいって言ってでその時に僕も声かけてもらって配置化してもらってそこでライブペインティングでその場で即興で絵を描くようなこととかもさせていただいたりして愛知とか長野とかあの辺の仲間も増えましたね。全国各地でいろいろ災害ありますけどなんか全然知らない土地を心配するのは難しくてもそこに仲間がいればその仲間のことはやっぱり心配するのでなんかその心配できる仲間が全国に広がっていけるといいなというのは思ってます。今回の最初にお話しいただいた時にその、震災からの復興の形が分かるような何かをっていうふうにご依頼をいただいている中で何を描いたらそれが復興の状況とかを伝えられるだろうなっていうのがありましてやっぱりその復興してきてることへの感謝みたいなことも表現したいというふうに思っていたのでその復興って何やろうみたいなそもそも何やろうかっていう話でもちろん建物がきれいになったりとか道路や防潮堤ができたりとかっていうのもあるんですけどやっぱり暮らしてる人が中心になってやっぱり復興していったりとか後押ししたりとかっていうことだと思うのでまたそのたくさんの人を描きたいなと笑顔の人を描きたいなっていうふうに思いました。
島のいろんな人を描きながら、その、まあ、世界の人とか県外から来る人に対してそのありがとうを言えるよう なんかメッセージを込めたいなというところで書かせていただいてます。まずやっぱり感謝っていうことで、その、まあ、10年経ちますけど、たくさんの人に支えられながらここまでやってきたっていうところはあるなと思ってまして、まあ、そこに対して そのお礼といいますか、あの気持ちを表現したいなということと、もう一つはあのもちろんその今回の壁画を見ていただける方、地元の方も多いと思うんですけど、まあ、この絵を見ていただいて、なんかその改めてそのいろんな人に支援をいただいたっていうことを改めて思い出してほしいですし、それがまた今後もね、県内県外問わず全国的にいろんなことが起きると思うんで、なんかそのなんかまた大変なことが起きた時にそれを助けれるようなまあ気持ちを持ち続けていけるきっかけになればいいなというふうには思ってます。外で外食をしていた時に被災しました。もう飲食店 あの大きな冷蔵庫がこう倒れてきそうになったりとか、そういうところで被災しましたね。なので、まあ、もうその被災した直後は何より急いで家に戻らなければと思ってですね、車を走らせて、実家に戻ったっていうのがその2時46分以降の話ですね。私がですね、その2010年に福島で活動していた時にですね、福島市と共同でワークショップを開催していたんですね。で、それは福島市内の小学生たちを集めて未来の福島市の模型を作ろうっていうワークショップだったんですよ。その震災前にワークショップを担当してくれていた市役所職員さんが私にこうお電話してくださって、子どものエネルギーによって大人たちにこう未来への希望じゃないんですけど、 これからの未来もきっとこう大丈夫だって思ってもらえるような、そういうワークショップをやりましょうということで、震災前に行っていたその未来の街の模型を作るっていうワークショップをその体育館の中で実施したんですよ。そこで出来上がった街の模型がやっぱりとても魅力的で、メディアなんかでもそれって結構取り上げていただけたんですよ。でそうすると全国のこう福島のために何かを行いたいっていうクリエイターの方とか、まあ、建築家の方とか、そういう方からお声がけいただいて、その時から半年間ぐらいはずっと定期的にですね、あの避難所になっている体育館でワークショップ等を行うことができましたので、かなりこう人のつながりのありがたさっていうのを震災直後半年間感じながら行ってましたね。私福島市の中でやっぱり花見山がとても大好きで、花見山ってこう色とりどりの花や草木があって、その色彩豊かな環境魅力的だと思うんですよね。やっぱりその子どもたちの、まあ、今回描いた絵も含めてですね、まあ、一人一人こう個性が違って、こう色鮮やかなというかですね、多種多様な子どもたちがこう福島にはいるんだぞと、それを作品として表現したかったので、花見山の写真をベースに、まあ、個性あふれる子どもたちの作品をこうコラージュすることにしました。感じてもらいたいのは、先ほどお話しした私、震災のワークショップに参加してくれた小学生って10年経って今もう20歳大人になっていて、で今回のこの作品に参加してくれた子どもたちっていうのは震災の後に生まれた子どもたちも多くで、震災前に生まれた子どもっていうのも当時2歳とかそのぐらいの子どもたちなんですよね。なんかこうちゃんと子どもたちが成長しているぞっていうのをこの自分の作品を通して皆さんに感じてもらいたいなって思いますし、これからさらに10年経つと今この参加している子どもたちが今度は大人になるんだっていうところまでですね、もし実感してもらえたら大変嬉しいですね。お台場にいまして、会社がお台場だったんですね。ラジオから震源地が
こう自分のこのふるさとの方だったって福島の方だって聞いた時のあの体に電気が走る感じっていうのは本当に覚えてます。でその後にやっとテレビがつくようになったらテレビの画面の中から津波の情報が流れて映像が流れてくるじゃないですか。でももう本当に過呼吸になりそうな感じ、わあどうしようどうしようと思って、何もできない自分に対しての無力感っていうか、すごくなんかこう焦ったことを覚えております。私あの、留学をしてたニューヨークに震災以降アーティストと商店街の方と連れて行って出展してもらって福島祭りを行ってきたんですけれども、でもものすごく彼らはあの心配してくださっている、であの一人にしないからねっていうあの応援メッセージをやっぱしいただくので、そういうのをいただくとあの私もそのあもっとあのこれからも発信していかなくちゃいけないなっていうふうにも思うし、あのもっともっと福島の人たちにも海外の人もはこんだけ応援してくれてんだよっていうのをやっぱ知ってもらえたらいいなというふうにも思っています。今回生命の木という、作品を担当させていただいたんですけれども、あの私の作品というよりは、福島の子どもたちが作ってくれたお花だったり動物だったりを、あのキャンバスに貼っていったという作業になるんですが、私の中ではその大きな木、太い木のイメージは、福島の、 あのこう大人というか私たち の、 あの信念っていうイメージで描いて、地球にちゃんと根っこを生やしてあの生きていく、空に向かって生きていくという私たちの信念の中で子どもたちがお花を咲かせているというイメージになります。で、下にいる動物たちは、まあ、子どもの象徴なんですけれども、そんなあのどっしりとした、あの木のたもとで、根元であの安心して遊んでいられる、で安心してみんなと話していられるとか、そういうなんかこう文化づくりとか社会づくりっていうのを、後世に残していければいいなというふうな思いであの制作しました。おもてなしフェンス、すっごく今回たくさんの子どもたちの笑顔とそれから、あの市民の方々の作品とが散りばめられていて、それで、福島にあのすごく思いを持ってるアーティストの作品もたくさんあります。福島から生まれたこのエネルギーをあのたくさんの人に感じていただいて、ぜひたくさんの人に見ていただきたいなというふうに。
。